ここがあの工場の入り口。だからこういうちょっと種というか。そうですそうです。すげえ。逆に回ったら。すげえな。はい、それではですね、本日は、今ここに岐阜県に来てるんですけど、岐阜県の、工場にまた行かせてもらってて、で今回は、モクティっていうのを僕以前紹介させてもらったんですけど、そのモクティの会社にあの行かせてもらってるっていう感じになってます。まあ、ちなみにこれが看板なんですけど。でですね、まあ、なんで来たかっていうと、あのモクティの僕ちょっと歴史調べて、それがめっちゃいいなと思って来させてもらったんですけど、まあ、歴史っていうのがこの木っていう素材を、あれを作るのに実は4年かかってるらしくて、1960年代の、社員旅行でアメリカに行った時に、アメリカのでっかい高速道路のパーキングからトラックのおっちゃんが降りてきたらしくて、そのトラックのおっちゃんが木の T シャツにデニムを履いてたっていうのを社員旅行の社員さんが見て、うわめっちゃこれかっこいいっていうところで、あの木を作りたいって言って日本に帰ってから4年かけて作った生地っていうのがモクティの、あの木っていう生地になってるんですけど、まあ、それぐらいこだわって作ってるっていうのを、まあ、聞いた時に、まあ、これはぜひちょっと工場見学行かせてもらいたいと思って、もう急遽何のつてもないんですけど電話させてもらって、工場見させてもらっていいですかって言ったら、快くいいですよっていうことをおっしゃってもらって、まあ、今回これから実現したということなんで、もう早速中に行きたいなと思いますので中に行きます。はい、中に入らせてもらったんですけど、まずそのどういう感じになっていくのかって、もうざっくり最初にまず見てもらった方が分かりやすいと思うので、僕も今見せてもらったんですけど、まあ、まずこういう綿の状態からどんどん糸になっていくんですけど、次は白い綿と黒い綿を合わせるとこのグレーっぽい、まあ、綿になって、でどんどんグレーっぽさが出てきて、これがGR7 って多分後で出てくると思うんですけど、標準のグレーの標準の色の表記 GR7 で、次はどんどん糸になってきて、最終的にはこういう感じで糸として仕上がってこんな感じになるという工程を今から中で見てもらうっていう感じになって、僕も今初めて見て、あこうなっていくんやっていうのが分かったんで、見ていきたいなと思います。これが原面、綿花の塊となります。うちは主にそのアメリカの綿と、オーストラリアの綿をブレンドして、生産をしています。これちょっと飛び出てるのも綿ですね。まあ、こういう飛び出てるのは、はい、先にこの綿花の、はい、品質を検査するのに少し綿を取って、はい、検査場に出して適正な綿かどうかをちょっと見るという形でちょっと破いて取るというようなことを採用します。これちなみにこのモクティのこれの元ですよね、はい、まあそうですね、白ですね、はい、で後から色を染めていったらこうなっていくということですね。そういうことになります、はい、これはじゃあちなみに種類が違うんですかね。種類が違います、はい、黄色とかこの辺は、はいはいはい、で綿花というのは湖面と新綿というのがありまして、オーストラリアは南半球なんで、アメリカの綿は北半球なんで取れる時期が逆なんで、それをうまいことブレンドして品質の安定を図るという意味で、いろんなところの湖面である新綿であるを混ぜて品質の安定を図っているということになります。だから年中取れるっていうことなんや。オーストラリアって日本が夏の時ってオーストラリア冬やんか、で日本が冬の時はオーストラリアで夏やんか、ってことは1年かけてオーストラリアが夏の時はじゃあ取れました、でも次冬になって取れへん時はちょうどこっちが夏になってね、アメリカがで取れますってなったらずっと輸入できるやんっていう感じで切らさないということなんですね。ちなみにこの綿花が取れるのは夏なんですか冬なんですか。秋ですね。秋、はいはい、ここが工場の入り口、原面を搬入してここから紡績がスタートするというところ。あ、なるほど。これじゃあなんか下になんか通ってるんですかね、トラクターみたいな、なんかタイヤの跡ありますもんね。でリフトです、フォークリフト、はい、なるほど。うわ、1秒が220キロあります。お、開いた、あっ、では行っちゃいます。おー、すごいな。これが今倉庫で見てもらってた袋をのぞいた部分。なるほど。微妙に細かくゴミとかあるの分かる、黒い
綿って言うたら植物のとこから取れるってことですよね。そうですね、コットンボールで実がはじけて、その綿を、綿というかその実が綿、だからこういうちょっと種というか、そうです、そうです、はい、あのここがコンダメン工程というところで、コンダメン混ぜる、打つ、綿と書いてコンダメン工程。なるほど。一応ね、本来は、はい、うわすげえ、ここにライン引いてるんで、うわほんまや、まあ、このラインごとに上取ってこの中に入れてください。これだけ入れてしまうとこれの色になってしまうので、これとこれやっぱり色がちゃうんですよ、少し微妙に。確かに違いますもんね。均等に、はい、ブレンドするためにちょっとライン打って ここまで入れなさいというそれぞれの指示があって、これをめくっていくんです。うおでもやっぱ綺麗に取られへん。今度はこの綿が流れてきて、でここでかき混ぜて、まあ、ほぐされていくと、カチカチのままでは飛びませんので、柔らかく柔らかくほぐされて、でふわっとなった綿だけが前へ飛んでいく。あ、こんなん、じゃあこれでふわっとならへんかったら前に行かないと。そうですね、はい、はい、綿花の中のハカスとか綿の、まあ、小さな塊であるとか、紡績に不向きな綿を、この機械を通して落としていくと、除去していくと、ハカスがいっぱい落ちてて綿の、この、うん、塊、これは昔僕ら小さい時には布団の中綿やったんで、もう一度同じことを前でやるんですけど、何回も何回もやって軽いバターしか残さへん。さっき言ってあったコンダメンって言って混ぜていって、はいはい、で売っていた状態が今これ。そうです、はい、なるほど。要はゴミをなくすっていう。ゴミを、ね、ある程度のゴミを落とす。なるほど。まだ若干まだありますもんね。残ってます、はい、残ってます。なるほど。で、はい、うちの特徴なんですけど、ここからが色綿と混ぜるという工程になります。僕ですね、はい、はい。ここが調合というところな、はい、これが秘密の場所ということになります。で、ここから調合していくと。はい、調合していくと。うわ、黒色があった。あ、そう、これが染め綿。へえ。うわ、回されてる。今中見たら、中見たら、これ回してこの糸になる。そうやって見たらさ、これも白と黒が混じってんの分かるよな、こうやって見たら。あ、うん、ここどこ白いですかね。こう来て、で、ここからこう来て、こう来て、こう来て、このパイプ通って、ビューって、ほら、めっちゃ高速行ってるやん。で、ペペ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 ペ行って、ここからずーっと行って、上に上がってくる。全部終わると、うわすごい雪みたい。これはですね、なんか企業秘密なんですけど、特別にアップやったらいいっていうことで混ぜた感じがこんな感じらしいです。ではちょっと手入れてみます。うおーすげえすげえ、めっちゃ柔らかい。こういうのが混ぜたりするのがなかなかできる会社が少ないってことなんですよね。で、国内にもその色のついた綿を生産できるのはほんま数社しかなくて、そのうちの1社なんです。そしたらこう結構皆さん多分僕でグレーっていうイメージやけど、別に黄色でもできるし、で青でもできるしってことですよね。混ざってる。ここが次の工程の、色のついた糸のカード工程というと。カード工程、はい、なるほど。でここで、ゴミを落としていくと。でここでゴミが残ると製品にまで残っちゃうという。ほんなら最終のゴミを落とす、落とすところです。はい、この段階でもあんまゴミは感じひんけど、ここからさらにまだゴミを落とすねって。微妙にやっぱあるんですかね、その中にカスとかそういうのが。カスとかありますよ。あ、ほんまここある。もうちょい話してみる。で、このカード工程というところは、シート状に綿が挿入されていって、でこの今でっかいのが回っているのが
先に針がいっぱいついてる。で針がいっぱいついてて、この繊維を一本一本かいてる。あ、これが綺麗なやつ？汚いゴミです。これがゴミ。で出てきたやつが、すげえ。すごい。うわすげえ。すげえ。すげえ。こうやったらゴミないですね、全く。でこれがこれや。色ちょっとずつ似てきたね。あ、似てきた。こう上行って、でここになってる。おお、すごい。まあ、だからその今繊維のね向きがね、いろんな向きになれる。あ、はいはい、でこれをだんだん揃えていくんですね、まっすぐに。まっすぐに揃えていって、太さも一定にしていって、最終的にこれを引っ張りながら、よりかけたやつが糸になる。おお。すげえな。次の工程ぐらいが白の糸と混ぜるんですか？そうです。なるほど。でここが白の綿のライン、これが GR7 になる。うわ、白と グレーが混ざってる。こういって、あー、これじゃん。うわー、しなやか。で色の入り方がさ、ソフトクリームみたいに綺麗。すごい綺麗だね。ああ、でここでこの連上から上がったこの太さ、この太さなんですが、これではちょっと次の製棒工程というところに、仕掛けられない。一旦ここで細くして、その製棒機に仕掛けられる倍率に合わせるという。おお、すげえ。まあ、ちょっと待ってか。今あの太さのものが、はい、この細さなんです。あ、大丈夫です。ありがとうございます。まだしっかりと白いところと黒いところに分かれてて、これが木彫になりますね。白いところがあって黒いところがあって。はい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 。一番手の。で、この太さはあと30倍に引き伸ばすと、これになる。ここが製棒工程というところで、製棒工程。これ一緒ですわ。今前のローラーの方が速い、後ろが行くで、今すぐ行ってよりをかけていると。で糸はよりがかかってるだけなので、よりを戻してあげると抜けるんです。もうほんまや。ただよじってるだけなんですよ。細くしてよじってるだけなんです。普通は切れるんですけど、よりを戻してあげると抜ける。これが GR7。 うわー、ほんまや。とうとう出来上がった。これって糸切れますか？さっきみたいに逆に回したら、はいはい、逆に回したら、あ、もう抜けますね。うわー、ほんまや。逆に回したら抜けます。これが抜けんくなるのは、どうやったら抜けんくなるんですか？いや、糸はよりがかかってるだけなんで、よりを戻してあげると全て抜けます。全てどんな糸でも抜けます。へ、ちょっと特殊な防石方法で抜けない糸もありますけど、基本的には抜けます。ほら、もうこれ完全に自動で。はいはい、完全に。ちょっとこの台は NG なんですが、これが抵抗の、これが抵抗の部分。もうこれ自体が企業秘密なんですけど、今日だけはオフです。これは、いや、でもさすが東京ドーム2個分や。めちゃくちゃ広い。まあ、最終この運搬車に乗ってこの携帯で上がってきます。紫外線ブラックライトなんですけど、まあ、入っていただいて、
蛍光を入れてますんで、この中で見ると思いっきり蛍光が。へえ、すげえな。こういうので確認してるんですね。そしてこういうこれを入れて調べるっていう。そうです、そうです。白でもあのこれまあ綿なんですけど、はい、一本ポリエステルの鉗子が巻かれたとなるとこう年輪になるんです。木の年輪と一緒でバッとなるんで、そこだけ色が変わりよるんですぐ分かるんですよ。あ、なんか混入してる。まあ、この形でケース詰めするんですが、その前に先ほどから糸は寄られてますよっていうことで、このキュルキュルともしたやつがこれがね一本にならんとあかんのですけど、編み機このまま入る場合があるんですよ。あ、なるほど。そうすると傷になるんです。もうそこは使えない。だからこの戻りを緩くしてあげるように、この中で熱をかける。で、面って熱をかけるとこうよじれてて戻ろう戻ろうとしとるんですけど、熱をかけるともうこのままでええと思う。だからより戻りが少ないんで、今度編み屋さんでそういう傷が非常に発生のロスが少なくなるということで熱をかけて。おお、来た。こんなんが入ってんの？あ、あったかい。ドラム缶の中みたい。あったかいわ。サウナみたい。なんかやっぱスチームやからアイロンとかのやっぱ匂いがするんだね、ちょっとだけ。一応コーンのサイズも大きいの小さいのいろいろありますんで、はい、なかなかこの辺自動化できないんで、もう人が一個一個検査をして、ケース詰めしているということで。そうですね。ほんならじゃあ人が作業されてるとこって今までなかなか映ってなかったですね。ほとんど機械で全部やってたから。そうですね。これも多分業界の人見るんかな、多分ね、業界の人興味多分あるでしょうね。ここが試験室でして、糸の品質のチェックで、ここで OK が出れば、はい、製造工程というところが稼働しだす。要は心臓部みたいなところなんですね。はい、ここが見たことないもんな、こんな機械とか。まあ、これで1本1本で編んでるんですけど、こう、まあ、筒になって出てくるんです。これなんか釣り編み機的な感じのやつですか？そうそうそう、あんまり人を見せんところがね、この奥にあるんですけど、見ます？見ます映しても大丈夫ですか？ね、あかんとか言ってくださいね。はいはい。おお、奥に。そう、ちょっと綿のサンプルの色とか、まあ、ちょっとした資料を取ってる。こんな過去の作ったやつがここに全部あるって。はいはい、そう。すげえ。まあ、こんな糸生産しましたよっていうのがいっぱい残ってますんで。うわ、糸の色のサンプルがずーっとありますんで、5年後に生産依頼来たって言ったら探して、それが一緒かどうかを。はい、ということでですね、全工程を見させてもらいました。こういう工程っていうのを全部今見てもらって、まあ糸が完成するっていう形なんですけど、これってまあファッション業界でいうと川上の部分って言って、一番最初の大元の綿から糸にするっていう一番大元の部分になってるので、なかなか普段見せないところが多かったり、もちろん企業秘密の部分とかもかなり多いんですけども、まあ、今回まあこういうのを皆さんに知ってもらえたら嬉しいなと思って、ぜひいいですよって言ってもらって、まあ、今回これが成立したっていう形になってるので、ほんまにこの信頼さんにご協力いただいたっていう形になってます。ありがとうございます。という感じで、まあ、今回はですね、綿から糸になる、まあ、紡績の部分を、まあ、工場見学で見せてもらったっていう形の、まあ、動画になってます。多分次回ちょっとプレゼントがあるので、まあ、それのお話をすると思うので、まあ、今回はこの動画はここで終わりたいなというふうに思います。では見てもらってありがとうございました。